じゃあその三つ子を探しに行こうか。未だにね、操作が慣れない。あ、これボインってなるやつだね。ボイン、ボイン、ボイン。ここにもうトリニティはないのかい？ここ何色だっけ？赤色のトリニティがあったんだっけ？ここ。ねえ。あの、空、ドナルド、グーフィーで突撃するやつね。確かあったよね。懐かしい、でででほい。ほい。素晴らしいプレイですね。ほい。あれ？ほい。あ、ここにポスト、ポスト。あれ？ポストじゃねえか。ここに金庫があるんだっけ？懐かしいな、無印も。で、ここに、モーグリショップがあるんだよね。あれともう一本作ったな、無印の時。なんだこの街は、いろんなとこにブロックが置いてある。あ、セーブポイントだ。あ、モーグリー。いらっしゃい、クッポ。近くに来た時には立ち寄ってみて、クッポ。モーグリショップ。モーグリショップではマニーを支払って様々なチップを買うことができます。また、空が持ってるチップを売ってマニーに変えることもできます。へい、マニー。マニーはモーグリショップでチップを買うときに使用します。エネミーやプライズロブロックなどから入手することができます。はーい、クッポポー。おお、なんかいろいろ売ってるな。これチップなのか？まあちょっと今よくわかんないから置いとこう。ごめんな。後で見とくよ。ここのさ、ろうそくをつけるさ、なんかミニゲーム的なやつあったよね。無印の時にさ。ここに宝箱が置いてあってさ。で、エアロかなんかを使って、ここにあるろうそくに一気に火をバーってつけてさ、宝箱開けるんだよね。お姉さん、いや、おばさんか。ブラック、一番街はまだ少ないわね。そういえば、三つ子の兄弟がなんか調べに。確か二番街に行くって言ってたわよ。ハートレスが出るから危ないっていうのに。二番街ね。俺が探しに行ってくるよ。そう、ありがとう。そうだ、これを持って行って。なんだい？ポーション、どうも。HP が減ったらポーションを使うのよ。知ってるわよ。そんなの、舐めるな。特に何もないかな。あんまり街の人に話しかけちゃうと物語が進んじゃうかな。最近変なブロックみたいなのが街に溢れてるんだよ。ちょっと調べてみたい、見たけど、ブロックにはいろいろな種類があるみたいなんだ。うわあ、なんだい？またどこかにブロックが増えたのかな？へえ。あ、ごめんなさい。3番街に行く扉が開かないんだ。調べに行きたいけど、ハートレスが出て危ないんだよ。俺が調べてくるよ。本当かい？ありがとう。3番街へ行くには2番街を通るんだ。2番街への扉は街の北の方にあるよ。おーい。あれだ、3番街から。サンダー使って開けなきゃいけないのかな？あ、それ違うか。サンダー使って、あれだ、なんかエネルギーを復活させて、で、その横についてる鍵穴だっけ？鍵穴のとこにね、カチャってなるようになってんだよな。あの、3番街にあるさ、あの、周りの家に行くためのさ、扉の前でさ、ファイヤーを使わないといけないんだけど、ひたすら俺殴ってたな。行き方がわかんなくて。これどこに向かうの？これどこにも行きようなくない？ほえ？あ、屋根登れんのか。そういうことか。へえ。よいしょ。ほい。あー、で、あそこにある宝箱も取れるし、そこも取れるってことね。そい。いー、よいしょ。はい、はい、はい。ゲッツ。サンダー。で、あとは降りなさいと。へえ。屋根の上登れるんだね。てー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 、ほい、やっと、よいこらセット。人んちの屋根をこんなさ、ガタ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 走ってたらさ、家の中にいる人迷惑だよな。って言ってもあれか、シドか、お店だからね。で、そいよっと。で、ほい、あちゃあちゃあちゃ、落ち落ち、23と。はい、ブランクチップ。もうチップ埋めるとこないよね。あ、違う違う違う。もう大体集めたかな。ここにあるブロッカー全部壊したかな。おっちゃん。あ、はいはい。頼むよ。ブロッカーも全部壊したんだけど、この子は関係ないかな。関係ないか。じゃあ行くか。2番街の方に行って、とりあえずヒュイ・ルイ・ドゥイを探
探しに行かなきゃいけないんだね。トゥ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 、ここでさ、初めて空が来た時ってさ、あれなんだよね、誰だっけ、誰かここに住んでる人がハート取られちゃうんだよね。なんかそんなムービーを見た覚えがある。で、ここに宝箱があってさ、懐かしいなあ。あ、モーグルショップか。じゃあいいや。トゥ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 、ハートの人が出てこねえな。なんか敵がいねえとな、変な感じがする。ここに敵出てくんのにね。はい、6つ出したね。トゥ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 、ひたすらブラック壊していこうか。トゥ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 、大したもん出てこねえな。ああ、いいんだよな、びっくりした。壊しちゃいけないのかと思った。はい、2番街にさ、その三つ子ちゃんたちいないんだけど、どういうことなの？これまさか壊しちゃいけないとかないよね。上に行けるようになるとかないかな。なさそうだね。もう容赦なく壊していこう。 OK。 特にあれだね、コマンドも落ちてねえし、プライズが落ちてるだけだね。ここにさ、あれだよね、101匹ワンちゃんのさ、家があるんだよね。あ、進んじゃったかな。シャドウだ。お、いた、助けてこんな声じゃないっけ。危ない、助けないと。いや、なんかアグモンと同じ声優さんですよね、声がね。はい、終わった。え、終わり。もうファイヤーを手に入れた。赤だからヒューイだな。大丈夫か。もしかしてヒューイ、なんだ、それ覚えてんのか。メモる必要なかったね。うん、そうだよ僕たち3人で変なブロックが出るわけを調べてたんだ。他の2人は？それがはぐれちゃったんだ。多分路地裏の方に行ったと思うよ。そうか、そっちの方を見てみるよ。僕が案内するよ。わあ。おお、デブが来た。危ない、下がって。ハートレスを倒せ。懐かしいな、デブリン。ガードがねえな。これガード手に入んないのかな。ほい。まあ、なんか似たようなね、やつは散々ね、前回までやってた BBS で倒してたけど。よいしょ。ほい。この曲も懐かしいな。痛い痛い痛い。ほいほいほい、終了。あ、まだいんの。おお、ワンスとか出るね。いててて、燃えろ、ラッシュブレード。 OK、 決まった。この辺りはハートレスが多いな。いいか、ヒューイ。デューイとルイは俺が探しに行くから、シドの店に戻るんだ。うん、わかった。そうだ、これあげるよ。なんだ？ L？ これ、なんだ？ブロックを調べてる時に見つけたんだ。キラキラして綺麗でしょ？ああ、ありがとう。これ、ガラクタか？ひどい。よし、まずは路地裏に行ってみるか。人からもらったものに対してガラクタって。路地裏に行こう。まだ行かないよ。ブロックを壊したいので。届かないのかよ、ここ。あれ？行けなかったっけ、ここ一発で。くそ。なんだ、今度は。ああ、そこね。路地裏って、あの辺かな。おう、シャドウが出てくるのね。まあ、経験値も稼ぎたいので。こいつらは倒していくか。ここに出てくるようになったってことはさ、こっちにも出てくるようになった？あれ？出ないのかーい。ここいるじゃん。敵いるじゃん。いないんかい。ほい。あ、ここにはいるんだね。くそ。ちょっと、リフレクトガードはいつになったらできるようになるんだ？まさか。何ですと？スロットの解放。マトリックスボード上に新しいスロットが解放されました。
マトリックスボードの開放。各ワールドをクリアするとボード上の新しいエリアが開放されます。ああ、なるほど。と、CPU も増え、好きな CPU から、新たにチップをつなげていくことができます。ワイヤーとは、ワイヤーでつながっているチップにも CPU のエネルギーを供給します。ボーナスブースターに2つのワイヤーがつながっている場合には、両方のワイヤーにエネルギーを供給する必要があると。デュアルプロセッサに使用。CPU と CPU をチップでつなぐと、2つの CPU のエネルギーがチップに流れ、チップの効果が2倍になります。効果的なチップをセットしましょう。ほう。ってことは、ここに、レベルアップを置けば、レベルが2上がるってこと？へぇ。あ、じゃあ、とりあえず置けるだけ置こう。ブランク、ブランク。この辺さ、これガードじゃないの？違うのかな？まあいいや。そっか、ワールドクリアすると、そんな解放されていくんだね。もう全然覚えてないよね、やっぱり。はい。おお、お前が出てきた。シャドウが出てくると思ってなかった。からくり屋敷だ。ここのね、鐘を鳴らすとね、無印の時には、確かハードレスが出てくるんだよね。あそこの噴水のさ、ところのね、絵がぐるぐるって変わってね。そこのね。てて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 んてんてててててててんと。あ、こっから登ってくのかな？あ、ん？あれ？あるよね。これどうやって壊すんだ？え、これどうやって壊すの？こっちか。あ、ここか。ブランクチップ。まただ。ブランクチップ、ブランクチップ。どっちにしよっか。こっちに入れとく？先に、ここのアビリティを発動させておこう。よいしょ。よいしょ。あれ？登れないぞ。あれれ？登れないぞ。登れないぞ、登れないぞ。はっ！ダメか。え？あそこのブロックはどうやって行くんだ？屋根伝いに行くのかな？そんなこと言うてもさ、そんなこと言うてもだよ。ここ登れないしね。こっから行けるか？行けないような気がするのは俺だけ？ストイ！ソイ！ナウ！ダメだね。ああ、じゃあそこはまた別の機械に行くのかな？はしごがないもんね。はしごあるのこの上だもんね。しょうがない。諦めよう。くそ。じゃあとりあえず路地裏に行かなきゃいけないんだよね。でもちょっと待ってね。ここにね、ハートレス出そうな気がするんだよね。ほらね。ほら来た、ほら来た。やっぱ敵はね、一体でも多く倒してね、経験値を稼いでおこう。ほらほら。ほれほれ、出てこい出てこい。蹴散らしてくれよ。あ、もういねえ。残念。じゃあ路地裏に行って、残り2人 ?2 匹 ?2 は、ダックを捕まえに行きましょう。捕まえには行かねえか。助けに行きましょう。トゥートゥートゥートゥおーい、誰か。あ、今声が聞こえたような。探してみよう。竜衣類を探そう。ちょっと待ってね。すごいな。各所にセーブポイントがあるね。これさ、無駄に壊すんじゃなくて、こうやって登ってさ、どっか行くんじゃないの？違う？あ、でもこっからはいけないか。じゃあこれは全部壊していいね。なんかね、結構頭使わせそうな気がするんだよね。金派のことだからさ。ん？あ、はしごあんじゃん。ほい、ほい。あ、この登り方便利だな。この、先には行けないのか。ほい、ほい。よいしょ。で、こうか。あー何それ。自動で行ってくんないのか。くそ。それは若干めんどくさいな。ほい。ほい。ほい。よいしょ。あ、よいしょ。よいしょ。はい、ゴール。で、あ、ここにも登れるんだね。懐かしいな。そら、ついてこいってね、スコールに言われながら、ついてったのがこの先だったよな。これ、きっと、なんかあるでしょ。あー、いた。
ここだよここだよ、磯野くん。ちょっと違う人出てきちゃった。こっちこっち、はい、どうも。ああ、助かった、ありがとう。青い服だからデューイだよな。大丈夫か？うん、大丈夫だよ。そうだ、俺にいいものあげるよ。サンダー、どうも。僕たちブラックのことを調べてたんだけど。あれ、ない。どうした？ブロックを調べてるときにいいものを見つけたのに、きっと2番街で落としちゃったんだ。探しに行かなきゃ。ああ、ちょっと待って。ああ、もう、おバカ。こっちだよ、早く。行っちゃった。竜医を追いかけよう。まあ、もう。人の言うことを聞かないね。まったく、まあ、子供だからしょうがないね。って言っても、空も。あれか、どうなんだろう、こうリコーデットの空って何歳の設定なんだ。ワンに似てるから14歳のままなのか。あ、大丈夫かな、壊しちゃったけど。はい、おう、シャドウさんいらっしゃい、シャドウさんいらっしゃい。はい、終了。ててててててて、あ、まだいんのね。はい、あと1体ね。ここのさ、水路にもさ、あれだってね、トリニティあったよね。ここの鉄格子はさ、ぶっ壊してさ、いけたよね。この先にもあるね。敵が出る。こんなとこあったっけ？記憶がないな。ん？はい、オッケー。あ、痛い。はい、オッケー。ん？まだいる。はい。痛いな。はい、オッケー。これは取っとく必要はないね。はしごもあるしね。はい、オッケー。はしご、はしご、楽しいはしご。ほい。ほい。そい。よいしょ。どっこいしょ。1、2の3。オッケー。HP プラス2。これはでかいんじゃないか？パパパパパパンと。なんだ。ん？どれ？あ、コマプラスか。いいね。いいね。声裏返っちゃうな。喋りすぎなのかな。これでもう多分ここないよな。はい。もうないよね、見るもの。全部見たよね。うん、見たよ。オッケー。行こう。一人でやってて悲しいな。さて、じゃあ、あいつを追いかけましょう。どこ行ったんだ？こっちだよーって。まあ、行くとこ、ここしかねえんだけどさ。で、また多分敵が現れて、わー、助けて、みたいな。ないなぁ。この辺で落としたと思うけど。おいおい、一人だと危ないぞ。へへ、この辺りなら大丈夫だよ。ほらね。わー、ハートレスだ。デューイ、早く逃げるんだ。またいっぱい出てくるんだね。そろそろあれかな、コマンドは変えた方がいいのかな。レベルアップしてるよね。はい、よいしょ。聞かないよと。いたいたいた、聞いたね。てんてんてららん。あ、タイミングが悪い。はい、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。てってててててん、てってててててててん。ライザッパー、燃えろ。ほいほい、キングダムチェーンレベル2、クロックアビリティ解放。どうなったの？どこが解放されたんだこれ。ん？どこ？あ、シェルがついたんだ。へえ。これ戦いながら見るもんじゃねえな。だから危ないって言ったろ。だってどうしてもあれを見つけたくて、助けてくれてお礼をしたいんだよ。デューイ、シドのところに帰るんだ。あれを見つけるまで帰れないよ。しょうがないな。じゃあすぐに戻るからここで待っててくれ。もし危なくなったら急いで逃げるんだぞ。うん。まったく、若者のやっちゃ。ん？うわー、キモい。バックドアを探そう。
あれを見つけたらお礼にあげるからね。はい。これ先にやらないとダメかな。特にこれ敵出てくるのかな。もう素直に行きたくないんだよね。テテリンテテリテリンと、まあいいや、しょうがない、向かいましょう。チャッチャチャチャチン、ここだよね。簡単やな。ん？いいのか。不思議な空間に通じているようです。入ってみましょう。これでバグを直さないといけないんだね。さて行きますか。 SP のことも考えながら行きたいので、なるべくね敵を倒していきたいんですが、あーこのパターンね。ですね、これが一番嫌いですね。めんどくさいな。あの先頭にあるねブロックだけを破壊しなければいけないんですが、はい、よいしょ。あの黄色い状態だとねダメージ食らっちゃいますからね。あぶない。テラレーテンパ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 ンと。紫ってなんだっけ、ダメージ食らうんでしたっけ。ちょっと怖いから置いとこうか。あ、でもファイヤーぐらいは使ってみる。意味ないな。ん？どこ行った？あそこか。うおい待てこら。それは置いてけ。くそ、やべ、くそ、今の乗ってた時間がもったいなかったな。チェン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 、何人も俺使っちゃったんだ。紫はどうなんだ。赤赤赤か赤か黄色、赤か黄色。あー黄色ってそっちの黄色じゃねえよ。これタイムとか関係ないよね、まだボスじゃないもんね。よし来た。あ、ん？これ動っ、ん？壊れるよね。よいしょ、ここだ。よし、オッケー。おお、一気に上がった。他には何もないのかな。ああいう敵がいますよーっていう紹介だったのかな。これさ、コマンドそろそろ変えた方がいい？あ、レベルマックスになってるね。これ、他のもこうやってやって、装備してって、こういう感じでやっていけばいいのかな。エリアルブレイクは一応取っとく？一応取っとこうか。よし、行こう。はい、脱出。あ、脱出？終わりかい。なんだ？わーい、報酬だ。報酬、報酬、報酬、報酬。この辺ももらっといた方が、あ、これいっぱいもらえるんだ。へぇ。あ、だったらこれ経験値にした方がいいな。そっか、あれは無限にもらえるんだね。SP が切れない限りは。あ、無事だったんだね、よかった。ねえ見て見て、探してたあれを見つけたんだ。おお出た。そっか、よかったな。光ってすごく綺麗でしょ。何度も助けてくれたからお礼にあげるよ。あ、このかけら、あれ、このかけらくっつくんじゃない。え、どうやって。本当だ、かけら同士くっつくぞ。元は一つのものだったのかな。でも何かが足りないような。他にもかけらがあるのかな。よし、残りのかけらを探しに行こう。今危ない目に遭ったばかりだろ。竜医はシドの店に戻った方がいい。僕も行きたいよ。俺が残りのかけらを探してくるからシドの店で待ってるんだ。はーい。ちょっと待った、一人でかけらを探しに行く気だろ。そんなことないやいや、怪しいな。俺がシドの店まで連れてくよ。チッ、んだよ、せっかく一人で行こうと思ったのによ。なんなんだよクソが。はい、シドのところに行きます。まあそんなことね有効じゃないと思いますけどね。よいしょ、ヒートダッシュ。ヒートダッシュからのファイヤーかっこいいな。はい、よいしょと。なんかもったいねえから敵全部倒すか。ほい、ほい、
おらさっさと出ろい。三段ヒートダッシュのファイヤー。ふいよいしょと。てっ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 て。これさ、経験値とかあるんだよね。あるよね。だから敵を倒すに越したことないよね。やってていいんだよね、これは。決して無駄な時間ではないですよね。くそ、カメラがどうしても気になるな。我慢するしかないけどさ。オッケー。クソも邪魔だな。おお。はい。オッケー。何もないかな。トゥ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 。さあ、鼻歌混じりでやってるんだけど、来ないね、敵が。敵さん、こちら。いないな。あ、やっぱここしかいないのかな。はい、2体ね。OK。あとは、いないかな。あ、いた。OK。じゃあ、とりあえずは、シドのところに戻んなきゃいけないんだね。で、あと残ってんのが、あの緑色のルイ。ルイが残ってるんで、ルイを探しに行かなきゃいけないんだろうけど、2番街にもここにも、あ、2番街と路地裏にもいないので、きっと3番街にいるんでしょう。シド、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 と。おう、デュイ、無事か？うん、大丈夫だよ。まあ、どこに行ってたの？2番街の路地裏だよ。ルイは？わかんない。はぐれちゃったんだ。3番街の方に行っちまったのかもな。それ、悪いが、3番街の方を見てきてくれねえか？ああ、わかった。俺も探したいものがあるんだ。探したいもの？ああ、これなんだけど。なんだこりゃ。見たこともねえ素材だな。きっと町のどこかに残りのかけらがあるよ。かけらを集めると何かあるのか？わからないけど、きっと何かが残るんだよ。そうだそうだ。そんなわけで、ルイを探すついでにかけらも探してみるよ。頼むぜ、それ。例の借りだ、こいつを使ってくれ。フィニッシュコマンド、クイックコンボを手に入れた。どうも。新たなフィニッシュチップを入手しました。キャンプメニューのデコレーションマトリックスで発動するフィニッシュコマンドを変更できます。どういうこった？デコレーションマトリックス。あ、これか。今、ラッシュブレードになってんだね。クイックコンボ。画面に現れる矢印の通りに十字キーを入力すると、凄まじい勢いで連続攻撃を放ちます。炎上無効か。いいや、これにしておこう。アクセサリーのさ、装備数増やせないのかな。なんとなく増やしたいんだけど。うわ、なんだ、キモいんだけど。キモい。あれ、さっきまで扉があったのに。これじゃ2番街に行けないな。そういえば、島でも橋が消えたりしてたな。これも異変のせいか。原因を探してみるか。ここじゃないの？違うの？また探さなきゃいけないんですね。まあ、いいや、壊しながら探そう。ほーい。さあ、調査だ、調査だ。もうさすがにね、このバグがどこにあるかなんか覚えてねえからな。こっちの方にはなさそうだね。ないね。まさかあのポストか。ないね。さすがにねえか。ここにあれだよね。ゼペットじいさんとさ、ピノキオが、住むようになるんだよね。ないでござんすよ。マジか。
この辺？ん？下か？あ、ここかい。うわあ、モーグルショップが、モーグルショップのドアが、こんなところにあったのか。